こんにちは。グレースライトカレッジバスケのグレースです。今回はカレッジバスケのリアルタイムラインをテーマにお話ししていきます。2022年1月の今からいつ何をすればよいのか、チームハウスに暮らす次男に向けて、そして2023年秋入学でアメリカのカレッジバスケ部を目指しているすべての方の参考になればと思っています。1月中の目標としては PSAT、 これはアメリカで大学入試の一般的な基準として利用されている SAT の模擬試験にあたるもので、去年10月に受けたものの結果が先月届いています。これを基準に自分の学力を見直し、志望校を絞り込んでいくのにちょうどいい時期です。留学生の方は TOEFL を受験して自分の英語力を再確認するのが良いかもしれませんね。2月は高校シーズンも後半に入り、今までのフィルムをまとめてハイライトやフルビデオを準備するのに良い時期です。2月の後半から3月にかけて高校のバスケシーズンが終わるとすぐに AAU のトライアウトが始まります。次男の高校はチームでそのまま AAU として活動するメンバーと、外の AAU チームに参加するメンバーがいるので、コーチの決定を待ちます。4月に入ると AAU の試合が始まります。少しずつフィルムを集め始めるのに良い時期です。5月中旬にはジュニア、高2が終わり夏休みに突入します。授業が終わってすぐ、頭が勉強モードを忘れていないこの時期に SAT、 いわゆる大学入試に必要な全国共通テストを受けるのがおすすめです。結果が出るまでには時間がかかるので、この時期に受けておきましょう。6月には ACT という別の全国共通テストを受けるのをおすすめします。 SAT 同様、大学入試に必要なテストで、 ACT、SAT の両方を受ける必要があるわけではないのですが、人によってはACT の方が点数が取りやすいと言われているので、両方取ることをお勧めします。同時に各大学でカレッジキャンプが行われる時期なので、事前にコーチにビデオやメールを送るなど準備をしてから、キャンプで思いっきりアピールしていきましょう。今後のオファーへつながる第一歩です。7月もカレッジキャンプへ参加していきます。イメージとして、高校シーズンや AAU の試合で大学コーチに声をかけられてオファーにつながると思っている方が多いと思いますが、それは稀なケースです。そして7月は AAU のライブピリオドの時期です。ライブピリオドというのは、大学コーチが直接会場に試合を見に来るということです。大抵の場合、大学コーチたちは試合に良い選手を探しに来るのではなく、気にかけている選手を見に来るので、自分はこの試合に出るので見に来てほしいなどと、事前に大学コーチに連絡を入れることをお勧めします。8月には新学期というか新学年、高校3年生が始まります。この頃には大学入試のための願書作成と小論文を完成させましょう。学校が始まったら、英語の先生などに頼んで小論文の見直しをしてもらえるよう、学校が始まるまでにある程度終わらせておくのが理想的です。9月頃にはコーチや先生方へ推薦状をお願いしましょう。先生方も何名もの生徒からお願いされるので、早めに時間を持って行動しましょう。大学によっては夏に続き2回目のキャンプを行う学校も多いです。夏キャンプに参加した生徒の中から招待された生徒のみが参加するインバイトオンリーのキャンプなどもあります。10月に入るといよいよ入試です。といっても、日本の入試のイメージではなく、願書、推薦状、小論文、成績表などをまとめて
コンピューター上で提出するのです。この頃には、夏から連絡を取っていた大学コーチからオファーをもらえるのが理想的です。長男の場合も、大学コーチから連絡があり、学校見学兼オープンジムに参加し、その直後にオファーをいただきました。ここで注意することが一つ。オファーとコミットは別物だということです。オファー、特に口頭でオファーをもらった場合は要注意。この時点では大学のアドミッションから合格通知が来ているわけでもないので、正式に大学バスケ部入部が決まったわけではないのです。コーチが変わったからとか、学力が足りなかったなど様々な理由でオファーは取り消されることがあります。11月になると合格通知を出す大学が増えてきます。オファーをもらっている大学から合格通知をもらったら、すぐに入学手続きを済ませ、入学デポジットを支払いコミットしましょう。コミットイコール大学バスケ部入部が確定です。大学のバスケ部シーズンは11月頃から始まるので、シーズン前の時期にコミットできたら理想的です。私たちはこれを勝手に、第一ウェーブに乗ると呼んでいます。長男の周りの友達を見ていると、オファーが出るのは大学のバスケシーズン前かシーズン後が多かったので、シーズン前を第一ウェーブ、シーズン後を第二ウェーブと呼んでいます。第一ウェーブに乗れなかった場合は、引き続き高校バスケシーズンのビデオ作成をして、自分のハイライトビデオやフルビデオをアップデートしていきましょう。合格をもらっている大学のコーチにビデオを送り、自分がすでに大学に合格していて、オファーをもらったらすぐにコミットできることを伝えるのも重要です。第2ウェーブは、5月の卒業までに大学からオファーをもらい、コミットすることです。卒業後も、8月9月の大学が始まる時期、ギリギリまでコーチに連絡することはできますが、徐々にチャンスは減っていきます。大学に入学した後でトライアウトを受けることもできますが、学校によっては全くトライアウトを行わないところもあります。現在は2022年1月、大学入学まではあと1年半あるとは言っても、すでにカレッジバスケへのカウントダウンは始まっています。計画を立てて、時間に余裕を持って、カレッジバスケに挑戦していきましょう。